마귀야. フェリシア、ちょっといい？あら、おしゃべりしたいとこだけど、今急いでるの。電磁パルスでウェブシューターがショートした。ダッシュで追いつくしかなさそう。力になりたいんだ。なら邪魔しないで。子供が人質なら君一人じゃ無理だ。これまでだって私一人でやってきたわ。僕に手伝わせて。僕を信じて。昔は組んでただろ。だからこそ信用できないんだ。一言でも相談してくれればよかったのに。あなたにとってはちっぽけな問題。ほっといて。ちっぽけかどうかは僕が決める。またマフィアの暴走のこと、それだったら大問題。諦めてスパイダー、私は一人で平気。どこでも相談してくれればよかったのに。あなたにとってはちっぽけな問題。ほっといて。ちっぽけかどうかは僕が決める。またマフィアの暴走のこと、それだったら大問題。邪魔しないで、私は一人がいい。一緒にハンマーヘッドを止めよう。どうやって？殺しも法を破ることもしないあなたのやり方じゃ無理よ。フェリシア、教えてくれ。もしかしてその子って。私の子よ。一緒にハンマーヘッドを止めよう。どうやって？殺しも法を破ることもしないあなたのやり方じゃ無理よ。フェリシア、教えてくれ。もしかしてその子って。私の子よ。私が育てていく。なんと頑固なクモさんね。ねえ、話そうよ。待ってました、ウェブシューター復活。一緒にハンマーヘッドを止めよう。どうやって？殺しも法を破ることもしないあなたのやり方じゃ無理よ。フェリシア、教えてくれ。もしかしてその子って。私の子よ。私が育てていく。ほんと頑固なクマさんね。ねえ、話そうよ。しつこいわね。一晩中続けたってへっちゃら。あら、かわいいこと言うわね。本気出さなきゃダメかしら。もっと近くに。追いかけっこは終わり。もう追わないで。
に。追いかけっこは終わり。もう追わないで。もう追ってこないで。邪魔だ。ウェーブ飛ばさないでよ。君がすばしっこいからだって。迷宮、あとは近づいて捕まえるだけっと。人間らしく話さない。人間らしくしてるつもりだけど。ドライブの中身は知ってるよ。さすがね、強くてスマート。ハンマーヘッドにドライブを渡しちゃダメだ。それを渡せば子供は殺される。協力させて。どうするつもり？時間を稼いでその隙に子供を探す。嬉しいわ。また一緒になれるのね。そういうのはなし。残念。いいわ、2日くらいならどうにかできるかも。それで君の子供だけど、もしかして僕が。待って、まず子供を探す。取り戻したらその時話しましょう。じゃあね、スパイダー。MJ に殺される。ピーター、今度は捕まえた？ああ、彼女が時間を稼いで僕らが子供を探す。それで子供の父親は？はぐらかされただと思った。彼女に利用されたりしてないかな。ブラックキャットは理由もなくハンマーヘッドみたいなやつと組む人じゃない。ああ、そう。じゃあ、ナンバープレートを調べてみる。分かったら知らせるね。はあ、もうガス欠だ。腹ごしらえしなきゃ。エディーズピザ。エディ、僕だよ。スパイリー、腹減ってるのか？大正解。いつものお願い、ペパロニ多めね。任せとけ。屋上に配達か？うん、頼むよ。前と同じ屋上で。待ってな。できたら知らせる。エディが来るまで町の様子をチェックしてこよっかな。
マイルズ、さっきの電話、相談したいことはあったんだろ？いや、ピーター、あれは本当大したことじゃないんだ。忙しいだろうしさ、ただそのもしも時間できたら僕のトレーニング始められたらって。トレーニング？そう、基本的なやつ、高層ビルからのスイングとかさ、それか低いビルとか、なんなら来ても。まだ15歳だろ、学校もあるし、そっちの方がよっぽど大事。そうだけど、もし学校の宿題早く終わってピーターが暇だったらさ、ピーターだって15で始めたんだろ。そのせいで少なくとも100回は死にそうになったけどね。危険すぎるよ。そっか、だよね。また後で。先が思いやられる。盗品の隠し場所が近くにありそう。全部隊へ、爆破物が仕掛けられたとの通報あり。容疑者はマギア。ヨークビルに出動要請。お待たせスパイリー、できたぜ。ありがとう、ヒーロー。ヒーローはあんただろう。まあよかったら SNS で店のこと書いてくれ、話題になるからさ。任せといて、またね。お腹空いて死にそうなんだけど。We don't need you here right now, right?会いたかった。でもすぐにお別れしちゃうけど。もしもし。ナンバープレートの情報が分かった。登録先はハンマーヘッドの古い友人が経営する倉庫会社。今目の前。ちょっと待ってて、すぐそっちに向かうから。じゃあそれまで辺りを偵察しとこっと。じゃあとりあえずここに子供がいるか確認してみて、見つけたら助け出さなきゃ。ピーターそっくりだったらどうしよう。でちょっと何考えてる。彼には寝ててもらおうかな。新しいピザ屋気になるな。何あれ、印刷された偽札。ハ
ハンマーヘッドの新しい趣味？行く前に写真撮らなきゃ。よし。スティービー、手を貸してくれ。お前のママより重い。冗談よせ。俺には無理だ。腰が悪いと知ってんだろ。よう、マイキー、手を貸してくれ。スティービーがダダこねてやがっからよ。誰だ？異常なし。待って！ここで何をしてる？ヘッドが敵の頭かち割るって噂、嘘だよな。サボってたらてめえがかち割られんぞ。うわ、すごい札束。偽札か。いい写真。子供はいないみたい。ピーターが父親だなんて変な感じだけど、ピーターはどんな気分なんだろう。でもいいパパになりそう。あの男の写真撮っとこう。何かあった時に使えるかも。警察の知り合いにあの男を調べてもらおう。ひっきりなしにかかってくる。仕事に戻れ。サボるんじゃないぞ。ノーマークのパソコン、絶好のチャンス。出荷リストだ。配送センターがわかるかも。急がなきゃ。冗談だろ。まずい。よし、みんなに行くぞ。コストファミリーが面倒を起こしてる。俺たちとやる気かもな。これからどう動くかちょっくら話してくる。警戒しとけ。誰かいたら有無を言わさず始末しろ。 OK、 運送会社のデータゲット。これで子供の居場所が分かるといいけど、調べるのは後。ひとまずここから逃げなきゃ。静かにね。なあ、ハンマーヘッドは頭打たれて死ななかったのか？ああ、そうだ。しかもその時、銃で撃ち返したらしいぜ。その後、あの鉄板を入れた。クスが勝て。待って！えお嬢さん、ここは立ち入り禁止だ。なあ、ハンマーヘッドは頭撃たれて死ななかったのか？まあそうだ。しかもその時銃で撃ち返したらしいぜ。その後あの鉄板を入れた。風を起こしてみるとか。いや、きってえな。誰が片付けんだ？お前、俺、お前だろ。嫌なこった。じゃあ一緒にやるか。お前からな。いや、お前からだろ。長いしすぎたみたい。早くここから出よっと。おい、みんな集まれ。今の状況を説明する。コスタが面倒を起こすと思うか？何にせよ面倒を起こしゃ、ハンマーヘッドが手出しして悲惨な目に遭うことに間違いねえ。さすがにヒヤヒヤしちゃった。うわ、何なの。ごめんごめん、ほんとごめん。ここで何してるの。なんかピザの匂いする。ピザ食べてたから。あのね、そっちがピザ食べてる間に私は子供を探して証拠を集めてたの。これでも急いで食べたよ。やらなきゃならないことがあるから後で電話する。今日の教訓、ピザ食べた後はぶら下がり禁止。
ね、助けてくれない？場所を送るわね。フェリシア、どうしたの？ほんと自己中、いくらなんでも勝手すぎる。カバー範囲が狭いな。もっとタワーを稼働させな。それであれは何なの？古い友人からの情報。ハンマーヘッドはあのバーの上でとても重要なものを保管してる。手下がうじゃうじゃ。私が見つかったらあの子は死ぬわ。僕が奴らをおびき出す。その隙に行くんだ。さすがヒーロー。いいから頼むよ。ヘッドは大事なものを入れる巨大な破れない金庫を買ったみたい。誘拐したことか？金庫の場所分かりそう？まだ分からないわ。もう少し調べてみて。頼むよ。一斉に攻撃しろ。一人で楽しむ気？待ってました。おじさんになって丸くなったわね。おじさん？ちょっと年取ったけど僕はまだ若いよ。もしかしてお休みの邪魔しちゃった？僕にも残しといてよね。でもほら、これ競争でもないしさ。お邪魔じゃない？もううんざりだ。一斉に攻撃しろ。おじさんになって丸くなったわね。おじさん？ちょっと年取ったけど僕はまだ若いよ。
しかしてお休みの邪魔しちゃった？僕にも残しといてよね。お先にどうぞ。おい、やめろ！金庫の場所、分かったの？いいえ。でも絞り込めた。あの子は絶対そこにいるわ。それで彼のことだけど、そろそろ教えてくれてもいいかな。懐かしいわね。僕がおとりになって君が盗むこと。足を洗おうとはしたのよ。犯罪とは無縁の仕事について、週末はスウェットパンツだって履くようになった。何してるか気になってた。大変だったんだろう。子供もいたらなおさら。危険を犯さなきゃあの子は見つからない。手伝うよ。でも協力し合うんなら一人の方が楽なこともあるの。わかる？手を貸してほしいときは電話するわね。ねえ MJ、 あのパソコンから何か分かった？まだデータの解析中、もうすぐ終わりそう。 OK、 こっちも手がかり発見したよ。子供は金庫に監禁されてそうだけど、その場所が分からなくて。この解析が終わったら、そっちのネタと合わせて料理するのもいいかもね。料理のジョーク言わないでよ。せっかく振ってくれたのに残念だけど、我慢しとく。ありがとう MJ、また後で。それじゃ、時間潰すか。街の様子をチェック。
れから考えたんだけど、ピーターの言う通り、今は学校頑張るよ。よかった。でもじっとしてたくないし、バスケチームのテストを受けたんだ。平気だよね。あ、うん。でも気をつけて、怪しまれないように。ほら、派手なプレーは NG。 例えば？ダンクは絶対ダメ。そんな、まさかしないって。マイルズ、一回だけだよ。それにあいつ悪口言ってるさ、ピーターにも見せたかったな。マイルズ、もうしないって。絶対トレーニング始めてくれるならね。はあ、考えとく。やった、やば、宿題やらなきゃ。またね。パソコンの解析が終わった。この前言ってた大きな金庫だけど、ヘルズキッチン近くの造船所に配送された記録があったの。きっと子供はそこだ。ありがとう MJ。 フェリシアに知らせよ。こんな時間に電話かけてきて何か見つけたの？君の子供をね、今から送る場所で待ち合わせよう。盗まれた絵の一つがこの辺りに隠されてる。全部隊へ、付近の屋上でマギアに動きありとのこと、応援を願います。近くの隊員はローズベールに急行せよ。さすが MJ、 この辺は人気がない。ここなら気づかれずに子供を監禁できそうだ。間違いないわ、ここにいる。奴らに見つかったらおしまいだ。手分けして片付けよう。昔みたいにね。猫のように静かに、雲のようにそっと。奴らに見つかれば子供が危ない。バレずに片付けないと。あいつなんかどう？警備がわんさかいるな。きっつそう。おやすみ。お手柄。そんな。オッケー。動くものすべて撃て。スパイダーマン、ブラックキャット、ハート、全部だ。了解だ。誰か援護しろ。だな。あいつなんかどう？警備がわんさかいるな。きっつそう。
やつらを引き離して。彼は？ほらこっち。これ気のせいじゃない。おやすみ。さすが。誰か手を貸せ。行くわよ。おい、こっちに来い。合図ちょうだい、スパイダー。ごめんなさい。やるね。いいチームワークしてるじゃない。奥だけは終わりだ。くそ。おい、こっちに来い。任せて。ナイス。その調子よ。奴らを引き離せるかも。学校の獲物見つけちゃった。仕留めた。援護しろ。いつでもいいわよ。了解。任せとけ。あと残り9人ってとこ。一人ずつ確実に行きましょう。一丁上がり。固まりすぎてる。あいつなんかどう？わかったわ。お次は？お手柄。わがままなあなたも魅力的ね。本当おバカさんね。彼は？オッケー。あと数人ね。まだよ。おやすみ。ナイス。任せてちょうだい。合図ちょうだい、スパイダー。みんな私にやらせて、どういうつもり？どういうって別に。そういうこと。覗きが趣味なのね。君って本当手に負えない。あら、ありがとう。金庫を隠すにはおあつらえ向きだね。輸送コンテナを調べて。私はあのビルを調べる。フェリシア。何？
辛い思いをしたんだね。そうね、思い知らせてやるわ。猫に手を出せば痛い目見るってね。輸送コンテナを調べないと。これは箱だらけか。他のを調べよう。ビルの備品か。違った。ピアノだ。なんでこんなとこに。子供はいない。他の見てみよう。きっとコンテナの中にいるんだ。セーブルインターナショナル。何なんだこれ。うわ、セーブルの武器を横取りしたの。他にも何かあるかも。あれもぶんどったってこと。スパイダーマンだ、撃て。ハンマーヘッドの手下にセーブルの武器。最低最悪な組み合わせ。フェリシア、どこにいる。こいつは俺がやる。撃て。ハンマーヘッドの手下にセーブルの武器。最低最悪な組み合わせ。その顎かじってやるよ。フェリシア、どこにいる。
ロケットランチャーにミニガン、セーブルから盗まなかったものあるわけ。これでも食らいな。あ、もうこいつら倒してデリシアを見つけなきゃ。君たちその武器の使い方分かってる。うわ、ギリギリセーフ。ロケットランチャーにミニガン、セーブルから盗まなかったものあるわけ。うわ、ギリギリセーフ。あ、もうこいつら倒してフェリシアを見つけなきゃ。君たちその武器の使い方分かってる。おっと、余計なお世話。PC にロケットランチャーにミニガン、セーブルから盗まなかったものあるわけ。うわ、ギリギリセーフ。ちょうどいい。これじゃあったと行こうか。いや、もうこいつら倒してフェリシアを見つけなきゃ。君たちその武器の使い方分かってる。おっと、余計なお世話。僕がよろしくとかよ。これじゃ変わる気がする。
にロケットランチャーにミニガン、セーブルから盗まなかったものあるわけ。うわ、ギリギリセーフ。あ、もうこいつら倒してフェリシアを見つけなきゃ。君たちその武器の使い方分かってる。おっと、余計なお世話。
終わった。筋肉痛になりそう。よし、フェリシア見つけないと。あのビル調べるって言ってたよね。フェリシア、金庫だ。フェリシア、ちょっとちょっと冗談だろ。最初から僕を騙してたってこと？ごめんなさいね。今回ばかりは一人じゃ厳しくて。君の目的はハンマーヘッドのドライブか？マギアの資産のすべてが私の手の中に。奴に偽物を渡したの？怒らせちゃったかしら。ってことは誘拐も君の子供も全部デタラメ。なんだか品がないわね。注意をそらしたのよ。まだ間に合う。ドライブを警察に渡すんだ。これは私のもの。それにハンマーヘッドの計画はもう誰にも止められない。せいぜい計画を遅らせるくらいね。仲間が全員やられてる。結果を調べろ。それじゃあね、イタリアであなたに乾杯するわ。フェリシア、ボス、開きました。それで？ああ、なくなってます。計画変更だ。ドライブに発信機をつけた。女を見つけて始末しろ。もしのこのこペントハウスに帰ってきやがったら、奴の家ごと粉々に吹っ飛ばしてやる。ですがドライブは。ドライブなんかどうだっていい。あの女を殺せ。了解、すぐ追います。ドライブに発信機がついてるならフェリシアが危ない。フェリシアに追いつかないと。もう詳しくなった？今ハンマーヘッドが君のところに向かってる。ドライブに発信機がついてて。あなたって不思議な人ね。さっき騙されたばかりの相手をこうして助けようとしてる。なんでそんなお人よしでいられるのかしら。お人よしなんかじゃない。正しいことをしてるだけだ。君にはすごい才能がある。それを誰かのために使ってほしいんだ。あらそう。でも分かってるでしょ、そんなの私じゃない。人は変われるんだ、フェリシア。愛してるわスパイダー。元気でね。待って、ペントハウスに入ったら爆発する。心配しないで。猫に急所ありって知ってるでしょ。くそ。待ってよフェリシア、今行く。急がなきゃ。ほら早く。待ってろフェリシア。